スノーマン・佐久間大介、初の熱愛発覚、放送事故で超有名 VTU バー星町水星との関係が強和に、NHK 紅白歌合戦での共演も有力。ド焦り自体。スノーマンへの佐久間大介、30歳が、10月19日の夜、YouTube チャンネル、放課後ゲーミングライフ、救助人スゲーミングルーム。 で生配信を行い、予期せぬ出来事がファンたちの間で話題となっています。その出来事は、彼がパズルゲーム、スイタゲームをプレイ中、画面に映り込んだ予期せぬ通知によるもので、一部のファンが驚きと興奮を隠せない様子です。佐久間は、フルーツ同士をくっつける新しいパズルゲーム、スイタゲームに挑戦していました。その際、 彼は自身の所有する Nintendo Switch でゲームをプレイしており、画面の左上に G というプレイヤー名の通知がオンラインになっていることが映り込みました。彼はこの通知を見て、まずい、といった表情を浮かべ、すぐに画面から立ち上がり、その後画面が消えてしまいました。配信は佐久間が座っていたゲーミングチェアだけが映し出され、 ファンたちには驚きと疑念が広がりました。この通知について一部の情報筋は G というのは超人気 VTU ーバーで歌手としても活動する星町彗星の実の姉だと言われています、と語っています。番組中でも星町彗星を大好きですね、と熱く語った佐久間のファンはこの出来事に注目しており、その関係性について議論が巻き起こっています。 バーチャル YOU、ツショーベ、は、にまたは、ヒレエデへのアバターらをらって、実際への人間への代わりに、オープベなどなどで動画投稿や生配信などの活動を行う、コンテンツクリエイターのことを指します。 現在、v t u b e r は単なる動画クリエイターに止まらず、オリコンチャートで1位を獲得したり、日本武道館でワンマンライブを行ったりするアーティストとしても登場しています。その中でも、ホロライブ所属の星町彗星は、その代表的な存在の一つです。 佐久間は今年4月に TBS の情報番組ザタイムに出演し、星町彗星を個人的にバズったものと挙げ、ビジュアルももちろん可愛いんですけど、歌唱力が半端ないんですよ。歌が上手すぎて VTU ーバー界の歌姫と呼ばれていて大好きですね。家にもフィギュアとかいっぱいあるんですけれども、とその魅力を熱く語っていました。 この事実を受け、ファンたちは佐久間の行動に注目し、一部は以下のようなコメントを寄せています。フレンドが映るだけでこんな焦る佐久間大輔くん星町彗星のお姉ちゃん G と繋がってるんだね。G イコール星町彗星。佐久間が大ファンの人気 VTU バーの姉なのね。ここ繋がりあるのバレたの、佐久間的には痛いだろうな。ファンたちは、 佐久間の反応や行動から、二人の関係性について様々な仮説を立てています。そのため、佐久間の今後の行動や発表に注目が集まっています。佐久間さんの目は明らかに泳いでいましたし、あの慌てようは凄まじいものがあった。ただのゲーム友達の可能性もありますが、あの挙動から配信中止になったわけですから。 バレてはまずい関係性なのではないかとファンがざわついているんです。スノーグマンは CD デビュー以降は目立ったスキャンダルがありませんでしたから、二人がそういう関係であれば初のスキャンダルということになるでしょう。姉と繋がっているということは、星町彗星自身ともつながっている可能性が高いでしょう。彼女もスイタゲームのゲーム配信をやっていますからね。 ちなみに今年の NHK 紅白歌合戦ではスノーブマンと星町彗星が共演する可能性も浮上しています。とワイドショー関係者は語っています。ジャニーズ事務所所属アーティストの紅白出場はジャニー北川氏の課題問題の影響でゼロになると見られています。10月18日に行われた NHK の定例会長会見でも 担当者は、新規の出演依頼については、被害者の救済と再発防止への取り組みが着実に進まないと行わない、とするスタンスを明らかにし、紅白についても同じ方針。現段階では、その方針に沿って対応すると述べています。ただ、一部の報道によると、二組は出場する可能性もあるとされています。 ジャニーズ事務所の前社長である藤島ジュリー景子氏が代表取締役会長を務めるレコード会社、ジェイストームに所属するアーティストの出場は絶対にないとされていますが、スノーブマン派バックス系のメントリコリンク、シクストーンズ派ソニーミュージックラバルズ、キングプリンス派ユーナバーサルミュージックにそれぞれ所属しているため、出場の可能性はゼロではありません。 特にスノーマンは CD の売り上げが日本トップクラスであり、NHK としても彼らに出場してほしいと考えることが予想されます。同時に、空いたジャニーズ枠には v t u b e r や K-POP 系のアーティストが入る可能性が高く、その中でも星町彗星は有力候補の一人です。紅白でのスノーマンをと星町彗星の共演が実現すれば、 さらなる騒動が予想されます。この件に関して関係者は、スノーマンはこれまでスキャンダルに見舞われることはありませんでしたが、これが初のスキャンダルとなる可能性があります。二人の関係が明らかになれば、ますます注目を集めることになるでしょう、と語っています。この騒動について、佐久間や星町彗星からの公式コメントが待たれています。 ファンたちも彼らの今後の行動に注目を集めています。紅白出場に関しても一部報道で確証は得られていませんが、スノーブマンと星町彗星の共演が実現した場合、一層の注目が集まることになります。どのような展開が待ち受けているのか、今後の動きに注目が集まります。